はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影時間が8月7日水曜日18時20分になるんですけれども、明日8月8日から開催される新ガチャ、プロスピセレクションで登場する選手が確定したので、12球団の選手を見ていった後、無課金、微課金税は明日のガチャを引くべきなのか、引くべき問題について話していこうかなと思います。 8月7日水曜日18時頃に動画が公開されました全部で40枚の画像があるのでそちら見ていこうかなと1枚目プロスピセレクション 20th スピリッツ特別企画セレクションで登場する選手先行公開レジェンド OB 選手と語るプロスピセレクション 歴代プロスピシリーズのメインビジュアル選手から選ばれた特別スカウトを8月8日木曜日15時から8月16日金曜日14時59分8日間開催されます。 初代プロ野球スピリッツ2004のパッケージで選ばれたのがロッテ小林正秀選手こちらセレクションの画像になりまして全体画像になります小林正秀選手の下の年代見てください2003年と小林選手年代が変更されて今回登場してきます こちらが小林正秀選手の能力になるんですけれども、小林選手の下の年代を見てください。2003年。こちらプロスピースでは2002年の成績で登場していたので、年代変更されます。で、2003年の成績になるんですけれども、44登板、33セーブ、防御率2.87。こういった成績になっています。2002年は防御率0.83の 37セーブになるんですけれども、この年代変更がどうなるのか、成績的に考えると少しね、能力はダウンしてしまうんですけれども、休止が変更されてちょっと強くなるのかないや、これは本当に、えー、登場してみないとわかりません。えー、このね、2002年の、えー、休止であれば、リアタイで使うのは厳しい。リアタイで使える投資になってくるのか。いや、更新楽しみやね。 続いてがこちら、プロ野球スピリッツ2。こちら、2005年で登場してくる選手が、ソフトバンク、松中選手。こちらがセレクションの画像になっていまして、全体画像になっています。 松中選手のプロスペースの能力、動画で公開されていたんですけれども、あまり変わっていません。パワーヒッター、プルヒッター、アベレージヒッターと、えー、修正は何もないかな。能力プラス1、そういったこともありません。スピリッツ4700で今回松中選手登場と、ランドアーチストにもならなかったね。うん。で、パワーヒッター、プルヒッターという特殊能力を持っていて、8月下旬強化されるので、もし無料 10連で当たった場合は松中選手は残しておいてくださいもしかしたらアーティスト並みに強くなる可能性あるので松中選手は残す価値がある選手にはなっています同じくプロ野球スプリーツ2からヤクルトは古田選手が登場してきますこちらセレクションの画像そして全体画像になっています 古田選手の能力見ていきましょう年代変更がありますこちらプロスペースで登場していたのが1992年 今回は2004年、133試合、24本塁打、打率3割飛んで6輪。え、これがどうなってくるのか、1992年が一番高いキャリアハイの成績になっていて、ミート80、パワーが78、え特殊で星 S にえすることができるんですけれども、もしかしたら星 S にできない可能性がある。88とか87。あとは大気能力も少しね、パワーが落ちる可能性もあるので、いや 2004年どういった成績になるんやろう、まあ、成績だけ見ると能力が少しダウンして登場することが考えられるんですけれどもいやこれもね登場してみないと能力は分かりません次プロ野球スピリッツ3こちらでは日ハム小笠原選手が選ばれました全体画像がこちら小笠原選手年代変更されていまして2005年 こちら、プロスペース、TSA 登場していたのは2003年の成績になります。2005年で変わったことがフルスイングになったのかなチャンスからフルスイングに変更。で、えー、守備数値68なので、サード特殊で B にすることができる。いや、これはどっちが強いかって言われれば、そやね、2003年の方が個人的に強いかなやっぱり高い大気能力になっていて、 チャンスが、えー、ミートを中、えー、ショーアップ、パワーをショーアップ、フルスイングはパワー上げてくれるんですけれども、ミートが下がってしまうので、うん、どっちが強いかって言われれば、こちらの小笠原選手の方がゲーム的に強くはなっているんじゃないのかなと思います。どっちもまあ強いんですけれども、どちらが強いかって言われれば、2003年の方が個人的に強いんじゃないのかなと思います。 次の画像を見ていきましょうプロ野球スピリッツ4からは中日福留選手が選ばれましたで年代が2006年こちらプロスピースの福留選手を見ていきましょう成績を見ると2006年なので年代変更はありませんミート84パワー80ライトの適性 a でセンター B レフト B 守備能力も B 以上ある超高角な方を持っているのでリーグリアあたり使える強い選手になっています 続いての画像、プロ野球スピリッツ6からは、セーブ。 中島選手が選ばれました。年代が2008年。こちら、プロスピースの能力見ていきましょう。成績を見ると2008年なので、年代変更はありません。弾道アーチスト、ミートから81、75、75。メインがね、ショートで、限界突破すればサードも起用することができて、特殊能力、アーチスト、高角打法という強い組み合わせになっているので、リーグリアタで使える最強な選手になっています。 プロ野球スピリッツ2012から楽天田中正大選手が選ばれましたこちら田中選手に関してはセレクションの背景ではありません登場するときはセレクションの背景になるんですけれども、まあ、少し間に合わなかったのかな2024年シリーズ1の、えー、写真になっています田中正大選手に関してはいつも24勝の2013年で登場していたんですけれども今回は2011年こちら侍ジャパン 2009年の、えー、成績かな大会成績2009年。この時、ツ、えーシームという球種を持っていました。 で、第一九州、フォーク。それから2年後になっているので、もしかしたらこのツーシームバージョンでちょっとね、能力が強い田中正宏選手が登場してくるんじゃないのかなと思います。2011年が19勝5敗、14関東、防御率1.27という、こういったね、成績なので、2013年は横、シンキングファスかな、2シームはないんですけれども、この侍から2年後なので、ツーシームが強くなった。 田中雅代選手が登場してくるんじゃなないいのかなと思います楽天純正ツーシームがついた場合球種がね多ければ、えー、獲得する方多いんじゃないのかなと思います同じくプロ野球スピリッツ2012から巨人は長野選手が選ばれました年代が2011年 プロスピース TSA 登場していた時の成績が2011年なので年代変更はありません能力の修正もないかな弾道中弾道ミートから807376センター適正し限界突破すればねライトも起用することができて超広角打方を持っている最終更新も2023かあ去年登場していたのか去年登場していたんですけれども今年スピリッツ4700セレクションで登場してきます 次の画像、プロ野球スピリッツ2019から、広島大瀬良選手が選ばれました。年代が2018年になるので、それを参考にして作られたのがこちら。2019年シリーズ1、9位から、80、80、79。 球種を見る限り、リアタリ使うのは厳しい、リーグ的にはかなり強い選手になっているので、最強決定戦参加する方、上位を狙う方は必須級になってくると思います。特殊能力、キレ、コントロール、タランナー。 同じくプロ野球スピリッツ2019から横浜都合選手が選ばれましたで年代が変更されています去年夏のヒーローセレクションで登場した時は、えー、成績を見ると2016年になるんですけれども今回なんと2018年能力的に言えば、えー、ダウンして今回筒香選手登場してきます こちら2019年シリーズ12018年の成績を参考にして作られた能力になっています弾道アーチストミートから78-83-65どっちにもできなくなったのかなレフト数値59なので特殊をしないといけません特殊能力アーチスト広角打法選球眼 逆境と選球眼どっちが強いかって言われれば、負けている場合は逆境の方が強いんですけれども、うん、どっちが強いかって言われば、まあ優劣はつけにくいかな。うん、まあ一応打席立った時点では、選球眼はミートをショーアップしてくれる。まあ全体的なことを言うと、2016年の方が個人的に強いと思います。 次の画像、今年発売するプロ野球スピリッツ2024から2名登場してきます。1人目、阪神近本選手。年代が2024年になるのでこちらかな。2024年シリーズ1。 弾道中弾道、ミートから79、69、85、センター適性 A で、特殊能力、アベレージヒッター、チャンスメーカー、盗塁とうーん、まさかの近本選手、最新弾かなエキサイティングプレイヤーで登場したので、阪神純正はエキサイティングの方が強いと思います。熱気、ーを中アップしてくれるので、阪神純正は獲得する方あまりいないかな自分もね、こちら熱気の近本選手獲得したので、阪神純正はちょっと気い。 12球団のリアタイ的にはえ無料充電で当たれば最近、ね、このセレクションから始めた方からすればえセンター枠で使える強い選手にはなっています同じくプロスピ2024からオリックスは森友哉選手が選ばれました。 こちら2024年シリーズ1の能力、弾道ねラインドライブに変更されて高いね来季能力、特殊で保守 B にすることができてチャンスラインドライブ、選球眼、森友哉選手は弾道ラインドライブになったことによってリアタイで使える選手、で一番強いのは過去ね熱気持ちの坂倉選手になっているんですけれども、こちらもね無料10連とかで当たればリアタイでねガンガン使える選手にはなっています。 以上12名紹介しました。こちらがね、まとめの画像になるんですけれども、田中正郎選手のセレクションのね、画像が間に合わなかったため、なんか仲間外れになっています。いや、これ、ちょっと、悲しくないですかセレクション8月に登場することがね、えー、ま、多分予定されていたんですけれども、ちょっと間に合わないのは、ちょっと田中選手かわいそうじゃない 最後にこの動画のまとめやっていきたいんですけれども、無課金、美課金税は明日、このガチャを引くべきなのか、当たりの選手、ゲーム的にね、当たりの選手が、都合選手、古田選手、福留選手、森選手、松中選手、田中選手、中島選手、小笠原選手、 半分以上がリーグやリアタイで使える選手、そこにプラスアルファ、リーグでね、使える選手、大セラ選手などえいるんですけれども、えー、強い選手がね、かなり多いので、このガチャは引くべきえ価値があると思います。8月下旬にパワーヒッター、プルヒッターが強化されるので、小笠原選手、松中選手、使えてくる、えー、強い選手が多いので、無課金初心者、えー、エナジーをね、貯めてるという方は、ガチャを引いて、オーダー強化していってもらえればなと思います。 いやこのガチャ引いてもいいかな、うん、アーチスト、広角打法の選手2名いますし、ライトね、ねえーまあ、保守もね古田選手で、えー、補強することができる、田中将大選手もねツーシーム持って登場してくると思うので、えー、リアタイでね使える選手にはなっていると思うので、まあ、このガチャは引く価値はあると思います。 いろいろね、説明していったんですけれども、何かね、わからないことがあれば、コメントで返信しているので、書いていってください。あとはね、皆さんの感想、えー、欲しい選手など、いろんなね、ことを書いていってもらえればなと思います。最後まで動画を見てくれた方々、ご視聴ありがとうございました。今後もね、プロスペースの動画投稿するので、チャンネル登録と、明日がね、楽しみだという方は、ぜひともね、高評価、通知の方、よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。